丸に、左三階松は、立川流の縄文である。平成立川ボーイズのオールナイト日本 R は、日本放送など、全国ネットで放送された深夜放送の、ラジオ番組である。平成立川ボーイズは1990年代に、立川ハ春、立川白倉によって結成されていたユニット。 立川ボーイズを模して、オールナイト日本 R 出演が決まった立川小白立川白らが急遽結成したユニットであった。オールナイト日本の深夜版である、オールナイト日本 R 枠で、深夜3時5時に放送された。若手芸人のロッチ、フルーツポンチ、ハンニャとのレギュラー争奪戦として、月1回、1月23日から3月20日まで3回に、 渡って放送された。3時30分から4時までは立川しらが RF、ラジオ日本で、立川しらのしら、L 時間に出演するため、番組を一時退出していた。立川しららが一人でパーソナリティを務める、この時間帯に、しらの退出をネタにした、立川しらを探せ、のコーナーが行われていた。レコ 携帯電話用配信サイトオールナイト日本モバイルで2010年2月10日から第1回、2010年3月10日から第2回が配信された。ありがとうございます。